今回は本日10月18日にアップデートで修正されたキャスタークーフーリンを使ってきました。指摘に行くぜ。一応修正の内容がキャスタークーフーリンの遠距離クイック攻撃ですね。これがレビジョン1以降でバグが発生しててそれを直しましたという感じで、初期の頃にだいぶ近いぐらいには強くなってますね。こんな感じで広範囲により広がるように、そして弾道が低くなってるのかな、そのおかげでかなり当たりやすくなってますね。複数敵を巻き込んだりとか端っこに当たってもちゃんと敵が止まるようになったんで、かなり体感で分かるぐらいには強くなってますね。その他にもね、サーバントの遠距離攻撃に対するやられ判定の調整ってことで、体格の違いや姿勢変化による、当たり判定を修正しましたと。これは割と、ちっちゃい敵にもね、でっかい敵にも均一に当たるようになりましたよっていうのと、あとは低姿勢のサーバントですね、当たらん手が走ってたりとかするとすり抜けてたんですけど、そういうのが調整のおかげで攻撃当たりやすくなっていますよっていうのがありますね。あとは遠距離攻撃が地形に対して引っかかりにくくなるように調整ということで、特にマタハリとかアマデウスとかの光の弾の方ですね、でかい弾の攻撃が壁とか障害物に当たって消えてしまうっていうのが結構あったんですけど、それがなくなったわけではないんですが、起こりにくくなったという感じで、遠距離攻撃全般がかなり強くなってますね。今も敵にライダーが2機いてかなり辛いんですが、強くなったクイックのおかげもあって敵を押しとどめられてますね。敵を仕掛ける能力が上がったんでね、開幕のライン上げを阻止したりとか、向かってくる敵に撃って、時間を稼いだりとかっていうことがよりできるようになったんじゃないかなっていうのが使ってみての感想ですね。さあ敵を陣落ちさせて、残りはジャンヌだけ、これも取ってしまいたいですね。隣接振ってる間に味方がフォーグを貯めてくれて撃ってくれると、歌え歌え我が戦士クリスティーヌ、クリスティーヌ。さあ撃破して全滅させて、で対面に、そうですね、向かい側にいるのがギルなんですが、ギルもね修正でシューターを一方的に潰せなくなったので、打ち合いしても前よりは全然マシかなっていう感じですね。とりあえずセイバーにクイックから入ってと、そうですね、射程も前まではなんか弾があれ射程限界ギリギリで打つと消えちゃってた印象があったんですけど、しっかり当たってますね。これは割とかなり強いかなと。連続ステップで一旦敵の攻撃回避して味方のギルをサポートすると、オーグを貯めるんですが敵のギルガメシ見られてここは打てないと。そうですね、こうやって敵をできれば2体巻き射程に入れてクイック打つと複数巻き込めたりするんで、結構そして乱戦に打ち込むと強いなっていうのがありますね。さあ一旦魔力を回復させてフォーグを狙っていきたいが、敵に複数見られてる、セイバーに距離詰められてるんで一旦ここは迎撃に入ると、勝ち合うがちょっとギルガメッシュに横が入れられてしまってと、ワンコンもらってかなり痛いですね。ちょっとこうガードするしかないんで耐えるんですが、味方も落ちてしまってって感じで自分も落ちてしまうと。エリちゃんこうですね、ちょ味方の敵がね、セイバーとアサシンが両方多く溜まってるんで怖いですね、使われてしまうと。魂のドアメ細工よ、苦悶をこぼせザバーニーよ。さあ牽制杯が向こうに渡ってしまうんですが、ここは味方と息を合わせていきたい。セイバーがフォーク構えて非常に怖い。ここギルガメッシュ狙っていきたいんですが、聖杯持ちのハサンがいるんで、ここ一旦マガンを食らわせて味方に預けてギルガメッシュに詰めに行くと、一旦ここ味方カクトに入ってくれて背後からギルガメッシュを狙っていきたい。味方とこう食らわせてマガンを空中で食らってしまうが、ここは味方がフォローに入ってくれると、セイバーの方も止めてくれましたね。その間にギルガメッシュ撃破して、残りビリのセイバーをギリギリここで押し込んで落としてゲージまくってゲームセットと。
いやギリギリだったんですが、なんとかなりました。対戦ありがとうございました。キャスタクフーリンね、そう結構今ゲオルギウス、ゲオル先生とか、そうですね、メデューサーはもちろんなんですけど、マルタとかライダー多いんでね、あんまり出したくはないんですけど、まあでも確実に強くはなったんで、ね、うまいことてかライダーが対面に来なければ結構やれますね。特にこのこっちのね広い方からスタートした場合だと、この細い路地に向かってこのクイックをばらまけるんで、これがめちゃめちゃ強いですね。これはステージ不利というか、そんなもんか。敵3体が向かってきてくれてる時だったら3体普通に平気で当たるんで、めちゃくちゃ強いです。ここはもちろんまた針を詰めに行く。さあこの近距離でもね、アート当たらないんですね。最近全然使ってなかったんで、まあ、わかんないですよね。壁を障害物に使って攻撃を避けていく。今のところはクイックから入るべき。攻撃もらうがとりあえず安いんで大丈夫でしょうと。こういうところもねクイックでこうジャンヌと両方当たってますね。これ非常に強い。一旦ジャンヌから距離を取ってまたクイックから入って味方を援護していきたい。これもねジークに渡ってましたね一発目が。さあもちろん狙うはまた張りでクイック取っていきたいが、お互い射程限界で最後の自分の一発だけ当たった感じですよね。ホーグが溜まったんでここは撃っていくと、ジャンヌはちょっと障害物に隠れられちゃった感じですかね。まあ、この状態で一気減らせるのはでかいでしょうと。リーグリットには当たっていると、ミリの敵なんでしっかりアーって取って奥のマッタハリに詰めていきたい。さあクイックも3枚来てるんで、ここはこの袋小路から逃がしたくないと。ミルを上乗せしといて陣地で攻撃出してハサンと一緒に交代で攻撃していくと。さあ今のところはクイックで入るべきと。アーツのね重厚補正というか当たりがあんまり強くないんで、ここは両方ともフェロモン食らってかなり痛いが、なんとか取っていくと。さあジャンヌに多くのツールぶん殴って、一応回避スキルを使っておいて近接攻撃に移行すると。ターゲット強制もらった上に対決で固められてしまっているが、なんとか助かっていく。さあここなんとしても持っていきたい。なんか怪しい当たり方したが味方が取ってくれてと。さあホーグも溜まってるんでこれ撃ってから死にたいんですが、味方のジャンヌがホーグを発動させようとしてくれると。多分自分入ってないんですよね。ダメですね。先に気づいて近くに寄らないといけないんですよ。申し訳ない。あ、入ってますね、ちゃんと。さあ、ホーグ構えておくが、当然入ってこないと。だが、こう右から回り込んでる敵にギリギリ入っていると。ジャンヌ目の前まで来てたんですけどね、こっちが早かったですね。キャスターシンクリーンが最終催眠が多分3枚くらいしか重なってなかったんですけど、まあまあまあ、ラッキーですね。さあ、ジャンヌに当たっている。さあ、ターゲットがずれてしまっているが、再びクイックから入って拘束していく。自動回復の恩恵がかなりありがたい。さあこういう感じでねクイックがきっちり当たるのは本当気持ちいいですね。さすがに壁越しでは当たらないと。さあセイバーウトの接近戦だったが、味方がホーグ打ってくれてると。紫にテカテカに光ってます。しかもゲオル先生に当ててくれて、これ非常にありがたいですね。さあここは接近戦とある意味原作再現かなっていう感じで、そうですね。さあゲオル、ミリのゲオル先生を、ってかゲオル先生、そっかガッガッツで生きてます。ここちょっと道路の資材が邪魔であれなんですが、回避スキルもうまく使って敵を避けていくと。押し込んで後ろからいる敵に注意しつつ、ジャンヌと一緒にここ取っていきたい。クイックできっちり捕まえて、今のセイバーウトとかもね低姿勢で走っていくんですけど、きっちり当たってますね。しかもこの距離でも当たると。
いや、アップデートの恩恵がかなり出ている。でね、ここのクイックもこれ当たってるんですよね。強いな。射程がかなり長い。さあ、接近戦を詰められるが、ガードで味方の援護待ちで反撃するも取られてしまうと。さあ、残り10秒でこのゲージさんなら、まあ、全撃破されても問題ないでしょうと。さあ、ライトを当てなさい。コインビートで。ここでゲームセットで対戦ありがとうございました。キャスタクフにね、かなり強くなってるんで、あと開幕でヒロイがステージっていうかエリアの方ですね、出られるとかなりラッキーですね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。